こんにちは株式会社レベルファイブの代表取締役社長 CEO そして二の国ーレバナントキングダムゼネラルディレクターの日野明弘です本日は皆様に二の国ーの開発状況と発売日の変更についてご報告させていただきます二の国ーのプレイステーション4版と PC 版の発売日を2018年1月19日に延期させていただくことになりました ユーザーの皆様に満足のいくクオリティの作品をお届けするにはもうしばらくの開発期間が必要だと判断しました本作を楽しみに待っていただいている皆様に深くお詫び申し上げますまたもう一つご報告があります先日の E3 の際に公開されたインタビュー映像で二の国ーにはマルチプレイ要素があると誤解を与えてしまっているということが分かりました 改めて訂正させていただきますが二の国2にはマルチプレイの実装予定はございません私としては質問をオンライン要素についての総合的な質問と捉えゲーム内のイベント情報をネットワークで配信する仕組みを指してあると伝えてしまっていました私の伝え方が悪く結果的にマルチプレイが存在すると捉えてしまう回答になっておりました誤解を与える映像となってしまい 申し訳ございませんただシングルプレイとしてもしっかりとやり込めるコンテンツを充実させてお届けいたしますのでご安心ください。最後に先日の E3 では今後期待のゲームとして北米南米欧州の各メディア様から8つの賞と9つのノミネートをいただくことができました。この場をお借りしてスタッフ一同日頃から応援してくださっている皆様に心より感謝申し上げます。チーム一同 引き続き完成に向けて頑張ってまいりますので、どうぞお楽しみにお待ちください。ご視聴いただきありがとうございました。